ロビンソン・デビッド・チリノス・ゴンザレスは、ベネズエラのファルコン州、プントフィホ出身のプロ野球選手。右投右打ち。現在は、フリーエージェント。オフには、ベネズエラのウィンターリーグであるリーガ・ベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルのナベガンテス・デル・マガリャーネスでプレーしている。愛称は、ペロブチェ。シカゴカブス参加時代2000年7月2日に、シカゴカブスと契約。2010年に、初めてAAA級アイオワカブスへ昇格し、シーズン終了後には、カブスの40人枠に加えられた。タンパベイレイズ時代2011年1月8日、マット・ガーザを中心とした大型トレードによって、サム・ファルド、ブランドン・ガイヤー、クリス・アーチャー、リ・マナブシューと共にタンパベイレイズに移籍した。同年7月18日にメジャー初昇格を果たし、8月3日のトロントブルージェイズ戦でカルロス・ビアヌエバからメジャー初本塁打を放った。8月18日、ジョン・ジェイソンの復帰によってAAA級ダーラムブルズへ降格となった。2013年4月8日にトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。2014年2月26日にレンジャーズと1年契約に合意した。この年は控え捕手としてスタートしたが、レギュラー格のジオバニー・ソトや JP アレンシビアラが故障や不振によって相次いで脱落したため、チリノスに正捕手の座が巡ってきた。最終的には93試合に出場し、打率239、13本塁打、40打点だった。守備面ではダルビッシュ有とは相性があまり良くなかったものの、盗塁阻止力、ボールブロッキング、リード面等、他方面で実力を発揮した。2015年もチームの捕手では1番手として起用され、78試合に出場。打撃では打率が多少低下したが、四球と出塁率が上昇した。2016年5月15日に起きたブルージェイズ戦での乱闘に関わったとして、17日に MLB から罰金処分が課せられたことが発表された。6月30日のニューヨークヤンキース戦ではサヨナラホイズを記録してしまった。レギュラーシーズンではジョナサン・ルクロイの加入もあったが57試合に出場。打撃面では打率224、9本塁打、20打点という成績を記録、キャリアハイの長打率483もマークした。守備面では54試合でマスクをかぶり、1失策、守備率997という成績を残した。テキサスレンジャーズ時代2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。2018年6月13日のロサンゼルスドジャース戦でドジャースのマット・ケンプが本塁突入時に激しいタックルをしたことをきっかけに乱闘を起こし退場処分を受けた。6月15日に MLB より1試合出場停止と罰金の処分を受けた。この年は自己最多となる18本塁打を放った。オフの11月2日に FA となった。前後するが10月29日には2018日米野球の MLB 選抜に選出された。この大会時は前述の通り FA で、所属球団がなかったが、レンジャーズのユニフォームで出場している。ヒューストン・アストロズ時代2018年12月6日に、ヒューストン・アストロズと1年450万ドルの契約を結んだ。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年1月7日に、レンジャーズと1年575万ドルで契約合意したと報じられ、15日に正式契約を結んだ。2020年8月31日に後日、発表選手とのトレードでニューヨークメッツに移籍した。オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月16日にヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月27日に自由契約となった。ありがとうございます。